カジトリコトブキカジトリコトブキ明治14年1月30日は、江戸時代末期から明治中期の女性。カジトリソビコの妻、幕末の思想家、吉田松陰の妹、旧姓、杉。名は、旧とも記される。1839年、杉百合の助と滝の次女として生まれる。1853年に、昌田村井之助に嫁ぐ。夫との間に、 望みや、同名の二男を設けた。ことぶきは、中部症という、体に麻痺が残ったり、手足が自由に動かなくなる病気を抱えていた。そして、胸膜炎を併発し、明治13年からは、群馬県にいる、夫の元を離れ、次男、同名のいる東京で治療に専念することにした。しかし、完全に治ることはなく、明治14年1月30日に43歳で、他界した。 死後、すびこは、ことぶきの妹で、草加玄瑞の未亡人の美和子と再婚した。これは、姉妹の母親である滝の強い希望だったとも、群馬県令という住職につくすびこが、家父のままではいかなかったという当時の社会通念によるともされている。平成新州旧家族家系体制では、天保9年7月1日生まれとされている。ありがとうございます。